ここからは本当うち独自の取り組みなんですけど、まずあの福岡に本社がありますので、GFF という任意団体を福岡の地元の、まあ、レベル5さんやガンマゲノさんなんかと一緒にねやって、ゲーム産業を盛り上げようぜといろいろやってるということです。さらに独自の体制、これあんまり言ってないからね、え、そんなことやってんのって思われるかもしれませんけども、もう教えますね。まずえうち3年に1回をメドに海外研修やってます。だからスタッフ250人連れて、アメリカ、ロサンゼルス行ったりとかしてるんですよ。 で、これうち旅行積み立てとかやらないんで、あくまで研修です数千万かかるんですけど。 まあ3年に1回ぐらいやろっつって、あと世界で一番エンタメ学べる場所って多分ベガスなんで、なんで、あのうちは入社したら必ず3年以内にパスポートを取ってもらうと。で、どうしてもラスベガス行けなかった時は、お隣の国ですね、韓国、に2、泊3日で行ったりとかっていうことをやってます。で、あとですね、もう10年ぐらいやってるんですけど、ツイッターとか SNS あるじゃないですか。ああいうので、フォロワー数に応じてボーナス上げてます。で、あと、バズった人間にもボーナス上げてます。で、これ別にあのゲーム開発がどうとか関係なく、何でもいいから、漫画とかアニメとかアイドルとか何,何でもいいんです。 とにかく自分が何かをその情報発信して、誰かに影響を与えることが大事じゃないですか、それが SNS やる理由ですから、なので、そこは評価をしているということです。普通の会社はね、あのゲーム会社って SNS 禁止って言ってるところが多いんですけど、うちは逆ですね、どんどんやりなさい、炎上してもいいと、これが喫服ということでやっていて、だからみんな毎年、年に2回ですね、ボーナスの時にこの辺が加算されているということです。 サイバーコネクト2っていうのは、まあ、とにかく、まあ、人も採用しますけど、とにかく実力です。年齢、国籍、性別、何も関係ない。能力があれば採用するし、能力が高い人間が給料、えー、も。 年収も高いと。で、自分の好きなことができるという会社です。で、あと、うちは外国籍の人間が異常に多いです。まあ、モントリオールは言わずもがないですけど、福岡、東京でも今4、50人いますんで、半分ぐらいは日本語でいきますけど、半分ぐらいは日本語でいきないです。なので、間に通訳入れてます。日本語できなくてもいいよって言ってます。昔はね、日本語できないでコミュニケーション取れないから厳しいよね、みたいなこと言ってたんですけども、いやいやと。プログラムは C 言語でやってね、日本語じゃありませんので、全然 OK です。CG もそう。なので、外国籍の人間、えー、いっぱいいます。我々、まあ、ゲームビジネスを中心に連れてはいます。 けれどもとにかく面白ければ何でもやりましょうっていう会社で逆に言うと思わないとかやりたくないとか好きじゃないってことはやらないっていうありがたいことにお話しいただくんですけども思わなかったらあのやらないですって言ってお断りしていますなので自分たちでやりたいことは決めて、えー、ものを作って仕事してる会社ということですね まず語弊がないように言っておきますね。別にあの悪気はないと思うので、私ではですね、なかなかこのモチベーションっていう言葉を NG ワードとまでは言わないですけど、言霊っていう言葉がある通り、言葉選びってすごく私は大事だと思ってるんですね。これ、せっかくなんで皆さんにもね、あの一つの考え方だと思ってお話ししておきますけど、モチベーションって下がった時にしか使わない言葉じゃないですか。モチベーションって何すかね。日本語で言うとやる気やる気がないんだったら去れって感じなんですよ。このエンタメの世界っていうのは、やっぱ子供の時からみんな好きで、 やりたくてやりたくて。 それを望んで願って、ようやくたどり着いた人間がいる戦場なんですよ。そこで、ちょっとやる気が下がったんですけど、どうしたらいいですかっていうんだったら、今すぐいなくなってくださいと。その席開けてください。私が座りますと。究極は、まあ、社内だけの話じゃないですよ。社外含めて、この世界っていうのは究極の椅子取り合戦なんですね。それで、心とか体を心配されるのは、あまりにも準備不足だと思いますね。戦場でお腹が痛いって言ってるのと一緒ですよ。相手待ってくれないじゃないですか。打たれて終わりですよ。なので、テンションを上げるためにどうしたらいいかっていうことは言っていいと テンションで上げるもんだと思うんで、モチベーションって結局、下がったものを戻したところでゼロでしょだから、なんかそんな弱みそうは、さすがにもうこの世界ではやっていけないので、あんまこういう言葉は使わない方がいいかなと、私は思います。で、えー、一応質問にお答えしておくと、別にね、あの対があるわけではないと思うので、一応あの話として言っておきましたけども、まあ、いわゆるモチベーションを高めるための評価方法、まあ、先ほど言ったりそり、その第三者評価。 っていうシステムをうちはやってますけども、大人も子供もみんなそうなんですけど、なんで私はこんなに頑張っているのに評価してもらえないんですか頑張ってるかどうかを評価するのは自分ではなく他者です。なので、他の人から目に見える頑張りでなければ、 それは頑張っているうちに入らないんですね。なので自己評価だけで頑張ってるっていうのはあまりにも子供ですよ。本当に頑張ってれば結果につながるし周りが認めます。なのでそうならないってことは、えー、お前が悪いっていうふうに言い聞かせてますね。勝ちたかったら椅子を奪いに来いと、えー。別にブラックとかじゃないですよ。精神的な話で少年漫画のノリの話かもしれないですけどもまあそういう教育が大事なのかなっては思いますね。